さあマリオカート修行編頑張るぞ。1位取るまで続けようか。最初は1位を2回取るまでとか思ったんだけど、ちょっといきりすぎだと思ったんでね。はい、1動画で2回はなかなか厳しいべ。それこそ周りのレベルを落とさないと厳しい気がしたので、今回はとりあえずそういう感じでいく。毎日投稿したいんだけどね、なんかマリオカートの録画が最近はちょっといろいろな事情で厳しくなっているもんだから、前ほど一発撮りできなくなっちまってんだよね。よろしくお願いします。いくぜ。さてさて、問題はこっからいかにして前に出るかなんですけど、軽量級ですからね、そこまで速くないから慎重にコインを集めつつじわじわ行こうぜ。焦っちゃダメ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 。モクロを撃墜、そして悪い意地の撃墜はまだ、自分の身を守りつつ行きましょう。安定感のある立ち回りで、そうマリオカートのお手本をね、皆さんにそうお伝えしますよ。今みたいにそう安全にアイテムを回避し、後ろに死体蹴りも忘れない、そういう姿勢でいきたいんですけど、怖い怖い、あれミラクルのやつか。あうち、くぅ、そら、ダメだな。あうちゃう。しかもブーメラン帰ってこねえし、一体どうしたし。安定感のある立ち回りでは、顎が2体前で暴れてらっしゃる。どうせ炎を吐かれてるからな、これな。一番外側取りましょう。アイテムは絶対取りたい。キノコちゃん、スターが怖いな。ブーメランが飛んでおります。非常に怖い。取れなかった。2つとかいう露骨なところ行くからこういうことになるんだぜ。あぶわねえつーを危ないつーが踏んでますけど、はい。くそー、人いっぱいいんだけどな。うわーん、こいつこいつです、こいつ結構は撮影しちゃった違う違う違う、ただの暴発、あの怒りに任せて証拠写真撮ったわけじゃねえから。はい、というわけで開幕11位からスタートとなりますが、これ多分12位の人落ちてるよな、これ落ちてるだけだよ。というわけで次の試合から頑張ろうぜ。グラグラ火山、苦手なステージですが、なんかスルーッと1位取った記憶もあるステージですね。もう今回が修行編の初回にして最終回の予感だぜ。まあそんなんなったら1動画で2回1位取れてなってくるんですがね、過去にも数回あったぜそういう回が。さあこの激戦区をまず被弾抜きで抜けれるかどうかよ。いい感じじゃない、いい感じじゃない、これ今回は。おっと、ブレーキ踏みつつ無理やり、よし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 、ええやん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 、上位ですよ。取られちゃったよ、せっかくのキノコがよ。でもバナナなくなって防御の手段が一切なくなるよりはマシだった。ああ被害甚大、後ろに被害甚大。あ、ちょっと待ってちょっと待って、あかんあかん、ちょっと待って、うえちょっと待ってよ、ひでえことするな、もう初めてだよ。日々新しい被弾を経験していくねこの男。くっそ、だから修行が必要なんだよなこいつ。やーべえわ、ハンドルがうまくいかなかったのマジ。くっそ、なんであんなことになったのかもう覚えてねえからな。くっそ、ただ何かしらの妨害行動のせいでハンドルが切れなかったのは覚えています。もう許さねえ、もう許さねえぞ。おっしゃ、ぶっ飛ばす。効かないね、撃ち落とされてた。撃ち落とされてるやつと私との違いよねこの辺が。はい、ここで1位を取る。そう、キラー1つでなんと12位に対して圧力をかけていく。ここよね、そう違いはこういうところよね。明確な失敗だよね。やべやべやべ、ゴリラがケツについてる。怖い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 。でも1位やるよ、どうせ最初から1位だったら俺ろくでもないことあるもん。そうか、なんで赤コーラを発射しちゃったんですかってなったら、あれなんですわ、アイテムのこのスイッチが結構ラグいんですわ。ラグいから止まらなかったんですわ。ほらよ、ゴリラ当たってねえか。あれ当たった、意外と当たった。ああ、せっかくのファンファンが、ファンファンっていうのはファンファンです、わかるだろ、ファンファンがあればファン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 ですが、結構距離はある。あかん、顎が、くそ、顎顎、あっちょっと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 、おおお
お、いけ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 、やったぜ、2位かよ、くそー。いや、頑張ったよ、頑張った。あそこからよう頑張ったって、ほんと。もうダメかと思ったもん。よし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 。いい結果ですよ。この次、この部屋1位取れますぜ、俺。やったる。初回から期待感出していく。修行編第1回目の第3レースだね。まあ、すでに2位取ってるんで、もうこの回で、1回の優勝に関しては最終回になりそうだね。よろしくお願いします。でもこのステージ、そろそろコース自体は覚えたんだけどね、結果は全く伴ってないよね。さーて、よろしくお願いします。もうすでにね、もうグラグラ火山で今日の被弾ノルマは突破してるので、もう楽々ね。あとは、勝つだけなんですけどね。はい、もうすでにやばい。すでにやばいよね、これ。ほらよ。感染がだるいんだろう。一生後ろでくすぶってろ。そう、マリオカートも結局は対戦ゲームですから、周りの人が嫌がることを率先してこうやっていかなきゃいけませんからね。ドゥルルルー、ここのショートカットできた試しが、おー、どう、あれが今あれで見えなかったのよ。あれで、あれってなんだよ、あれ、車車そんな微妙にオブラートに包むような内容でもあるまい。取られる前に使っちまうぜ。うわー、仲良しかよあいつら。急いでダッシュして無敵で前に出る。にしてもここ意外とカーブ鋭いんだよな。危ねえ危ねえ、意外と前からいろいろな攻撃が飛んでくる。よし、でもなんだかんだ少しずつ前に出てきていますよ。うい、予定変更さすがにキラーで一気にぶち抜く。追いつきましたよ。さあ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 、上位です。1位がヘイホーで、しかも同じ色だからな。あの人ができてるんだったらおめえもできるよなっていう、自分自身に圧かけていきたいところだよね。鉄壁のバリアーン、ひひ、あぶね、やっぱ狙われてた。くそ、緑っ子でどうしようって言うんだ。緑っ子でこれでどうやって戦えばいいんだ。そう、ヘイホーと悪い字のデッドヒートには食い込めそうもねえしな。やべえよやべえよやべえよ。ああ、うち落ちればいいのにな。もうゴール目前じゃないですか。これ一番被害大きいの私じゃね、これ一番被害大きいの私じゃね、これ。あの、踏まれたほい。ざまびろ。でも中井に甘んじだな。くそ、最初のあれ何でも上がってるからレート的には俺勝ちだぜ。やったー、行くぞー。最終試合かもな。よろしくお願いします。部屋が変わってしまったぜ。さてさて、ヨッシーバレーなんでどうなるのかわかんねえ。トランシーバー岡田がすげえ異彩放ってる。ちなみに今の私の名前はですね、カスタムロボのオンライン大会の名残なのですよ。17はただのゼッケン番号だぜ。深い意味はない。バックしまーす。行くぜー、赤コーラ。あばよユータ、お前はここまでだ。そしてコインをしっかり落として、あー、つれえな。よう言うた、俺も連れてってくれよ。仲良くしようぜ。ちょっとぶち込んだだけの関係だろ。言うた、怖えなこれ。あばよ言うた、俺は一歩先の未来へ歩ませてもらうぜ。怖えわ後ろ、マジ怖えわあのバリア。打ち込まれそうでな。無敵ダブルで助かったぜ。ういあれ、私トゲゾウ潰しちまったか。トゲゾウって潰せるのか、そもそも。でもなんかなくなってんな。お、ユータじゃん。よう、あんたの前に立ちはだかるぜ私は。ほれほれほれ、うい、大丈夫、落としちまったけどな。一気に加速して前出るぜ。3つの顎が並んでますが、これは来ましたね。追いつけるぜ。来た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 ー。ま、早くねペースが尋常じゃない。さあ、これはもう試合結果全くわからなくなってきましたね。ここまで激戦区だと、もう困っちゃうよね。砕き散れ。よしよしよし。山岡、これ割とアイコン的にもマジで美味しん坊のあれかもしれんな。よし、
あかん、ひよった。なぜか知らんけど、今のあのクラクションをどういうわけか、後ろにケツに設置しようとしてました、私。怖えわ。山岡、これ来たんちゃう？最終回。おいおい、修行編最終回、これ来たぜ。修行編最終回やったぜ。ほらー、テレサも祝ってくれてる。ありがとうございます。前方不注意。というわけで、1位を取るまで続けるマリオカート修行編、第1話、さよならシンということで、完結したいと思います。ありがとうございました。